フェルディナント・フェルビーストフェルディナント・フェルビーストは、フランドル出身のイエズス会宣教師。信代の中国を訪れ、高規定に使いながら、布教活動を行った。官名は、南海人。字は、京、または、厚白。ヨーロッパの天文学、地理学など、科学技術を中国に紹介。また、自分自身も、中国の習慣を身につけて中国語で書物を表し、 日本を含め近世初期の中国及び周辺諸国の科学技術に大きな影響を与えた。1623年、南ネーデルラントのコルトレーク近郊のピテムに役人で調税人をしていたヨースフェルビーストの第一子として生まれる。ブルエ、コルトレークでイエスについて学び、ルーベンのルーベンカトリック大学に進学して哲学と数学を学ぶ。メヘレンでも学んだ。 その後、セビリア、ローマで、天文学、数学を学ぶ。ヨーロッパではプロテスタントが急増していた。カトリック教会はその派遣を維持拡張するために、公開技術の発達に合わせアジア、アメリカなど世界各地に宣教師を派遣した。このような背景により東アジアにも、その活動が広がっていた。フェルビーストは1641年9月に、イエズス会に入会した。 1657年、マルティーノ・マルティーニと共に中国に向かい、1658年にマカオから清に入り、南海人を名乗って三世省で布教活動を行った。1660年に北京へ移り、近天官服として近天官製アダムシャールを補佐する。天球儀なども制作した。1664年から1665年にかけて、 カトリックを嫌う主球派管理の要光先らにより、アダムシャールと共に入国させられる。要光先は、歴法改定を行っていたが、これを完結できず失脚し、フェルビーストがこれを任され、中国の大院歴とヨーロッパの太陽歴を比較し、1668年に中国の天文歴法を改定した。 1673年から1688年まで近天完成となり、シャールの後を継いだ。1674年の三藩の乱では大砲を制作した。また、後部次郎までなった。満州語も習得しており、後期帝から信頼を置かれ、天文学、数学、地理学なども満州語で講義した。フェルビーストは北京で亡くなり、 1688年3月11日にマテオリッチラの眠るそばに埋葬された。新代2673年にフェルビーストの指示で作成された中国発の天球儀のレプリカ。実物は北京館商代に保管されている。フェルビーストが1674年に作成した世界地図、今夜ン図北京天文台のいくつかの設備はフェルビーストによって作成された。 フェルビーストは、蒸気機関で動く車も作成した。全長は65センチメートルほどで、人が運転するようには作られておらず、自動車に分類されるものではない。なお、このイラストは18世紀に描かれたものである。フェルビーストの技術指導により、新代1689年に製作された大砲、福岡市の箱崎宮にある。フェルビーストは、 ヨーロッパの科学の優れた点を知らしめることで、ヨーロッパの宗教を広めようとした。そのため、地球儀、人形、ピンホールカメラ、洪水防止用のポンプなどを制作した。また、ヨーロッパの技術による世界地図、コンヨゼン図を制作し、ロシアとの国境制定へ影響を与えた。これは、中国発の国境制定であったが、イエズス会は希望本経由のフナルートよりも、 距離の近いモスクワ経由でのローマイコール北京ルートを探っていたのであった。その他にも原始的な蒸気自走車製作を行い、走行させている。ありがとうございます。